2021年7月16日、この日は岩手県盛岡市に向かいました。今日は気温、32度とめちゃくちゃ暑いです。美味しい冷やしが食べたい気分でございます。まず向かいましたのは、移転した、煮干し屋しんちゃんであります。を中心にメニューが豊富ですね。本日はこちらが目的で来ました。牡蠣限定麺冷やし煮干し醤油であります。キンキンに冷えたスープで、油が浮いておりませんね。具は、豚肩ロース肉チャーシュー、低温調理の鶏胸肉チャーシュー、そして、細切りタケノコ、白髪ネギ、小口切りの青ネギ、氷は出し氷でありますかね。濃い琥珀色の、キンキンに冷えた煮干し醤油スープ、早速いただきます。初動は煮干しのビター感が到来します。しかし単なるビター感ではなく、醤油によって、引き立てられた煮干しの旨味、これが広がり、その後に煮干しのビター感がふわっと広がってまいります。そして何よりキンキンに冷えたスープでありますので、非常に爽やかに進み、煮干しと醤油の、旨味を味わうことができます。非常に美味しいですね。はい、それでは、自家製麺でございます。かなり長さがありますね。国産小麦をブレンドした全粒粉入りの麺ですね。この爽快なすすり心地非常にいいですね。高水のごとくの爽快なすすり心地と抜群の喉越しの細ストレート麺は、切りが20番手に見え、冷水できっちり締められた爽快なすすり心地に喉越しでございます。今日はめちゃくちゃ暑いですので、たまらない美味しさでございます。はい、それでは白髪ネギと小口切りの青ネギをですね、麺に絡めていただいていきたいと思います。キンキンに冷えた爽快な煮干し醤油に、ネギはめちゃくちゃぴったりでありますね。ネギの香りが、このすすりをさらに豊かにしております。それでは細切りタケノコでございます。こちらは極めてシャキシャキの食感でタケノコの香りが広がってきて非常にぴったりですね。この冷やしにぴったりの具でございます。麺のムチッとした食感に対する変化、この細切りタケノコのシャキシャキ食感による変化、これも楽しめますね。麺が美味しいだけでなく麺線がすごく綺麗ですね。長さがありますので、しなやかになれた後に爽快なすすり心地を味わわせてくれます。この辺りになってきますとビター感が徐々に後退していき、煮干しと醤油が旨味でお互いを引き立て合うような味わいに変わってまいります。はい、それでは低温調理の鶏胸肉チャーシューであります。縁にブラックペッパーが添えられております。非常にしっとりとした食感に、淡白な味付け、淡白な味付けがゆえに、ブラックペッパーのスパイシーさが光っております。めちゃくちゃ柔らかい低温調理の鶏胸肉チャーシューで美味しいです。そして油が浮いていない、スープ、キンキンに冷えた煮干し醤油スープがゆえに清涼感倍増でございますね。これだけキンキンに冷えたスープでありますと油が固まってしまいますし、油が浮いててもまあいいんですけれども、美味しいと思うんですけれども、
まあ、浮いていない純粋な煮干しだしと醤油の掛け合いといいますか、旨味の引き立て合い、これはやはり非常に清涼感に満ち溢れ、スイ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 、何杯も何杯もいけてしまう要因になっておりますね。それでは、豚肩ロース肉チャーシューでございます。おそらく低温調理かと思います。煮干し屋しんちゃんの夏季限定麺冷やし煮干し醤油、めちゃくちゃ美味しくいただきました。醤油はですね、岩手県釜石の富士湯醤油と、雫石の、宮田醤油と、岩手県産を使っており、この美味しい醤油が、煮干しの旨味を引き立て、さらにビター感も味わせてくれると。で、中盤以降は、煮干しの旨味と醤油の旨味の掛け合い、お互いが旨味を引き立て合う感じに変わっていき、落ち着いていきます。ちなみにスープは、動物系不使用のアニマルオフかと思われます。そして何よりもこの長さのあるしなやかな麺がめちゃくちゃ美味しいですね。冷水できっちり締められており、非常に爽快なすすり心地と抜群の喉越し、純粋な煮干しだしの旨味と醤油の旨味、これが引き立て合う、非常に冷たい、スズムスープ、煮干し醤油の旨味あふれるスズムスープとこの爽快な麺とスープの組み合わせもめちゃくちゃぴったりであります。はい、それでは最後に味変化としまして、煮干し酢を少々回しかけて、いただいていきたいと思います。やはりこれくらいの量が、ちょうどいいですね。煮干し酢の爽やかな酸味が、このキンキンに冷えた冷やし煮干し醤油スープに清涼感をさらに与えております。最後の味変アイテムに、めちゃくちゃおすすめでございます。煮干し醤油の旨味に、お酢の酸味がめちゃくちゃぴったりでございます。煮干し屋しんちゃんの夏季限定麺冷やし煮干し醤油でありました。この夏おすすめの一杯であります。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございます。